Hello, everyone. 皆さん、こんにちは。こちらの講演に参加していただきましてありがとうございます。私どもはチーム T5 です。本日のテーマはテレボイの解明です。これは中国の APT 集団として世界的に重要インフラを標的としている組織です。私はイートン・チャンと申します。私はチームのの中でススレッドインンテリジェンスの 研究者ですこちらにいるのがイーチンキュアンです彼女も同じくティーム T5 におけるスレッドインテリジェンスの研究を行っております我々は両方とも APAC 地域におけるサイバー脅威についてフォーカスしております本日の議題は以下の通りですまず中国の APT 集団テレボーイについて紹介し長期的にどういう活動を行っているかを紹介しますそれから2番目に我々は 彼らの配布方法マルウェアそして C2 インフラについてお話をしますそれから三番目にテレボイとそれからその他の APT 集団との関係についてお話しします最後に結論として主な結論を申し上げたいと思いますまずこの部分では私の方からは 中国の APT 集団テレボイについいてお話をしたいと思いますテレボイというのは中国系の APT 集団ですそしてこの APT 集団というのはボイという中国の神話の生物から名前を取っておりますそしてテレという言葉を加えているのはこの APT 集団が 集中的にテレコ産業というものをターゲットとしているからですテレボーイというのは活発な APT 集団としてサイバー情報活動に集中しております我々が観察したところではテレボーイの活動というものは2014年まで遡ることができますそして彼らの 標的というのは世界の数多くの国々に広がっております特に APAC 地域に集中しておりますが標的化されている産業として通常は重要インフラ主に電気通信産業というものを標的にしております我々が観察したところではテレボーイというののは数多くのマルウェアを使っております例えばプラグ X リブルコインダブルシェルトリプルゼロなどといったものを使っております。 過去においてテレボイの方では複数のサイバー情報活動というものを世界で行っておりますえ米州ヨーロッパそしてアジア太平洋地域もこの中に含まれておりますこれらの国々の中で台湾タイインドパキスタンなどは繰り返しテレボイによって攻撃を受けた被害国であるわけですそれから最近のところではブラジル日本 ベトナム、ミャンマーなどが彼らにとっての新たなる標的となっておりますこちらのページの方ではテレボーイが主に標的にしている産業について挙げておりますこの中には主な標的としては電気通信産業ですえそしていくつかの電気通信企業を過去数年間の間に侵害を行っております 過去9年間の間にこのような状況が見られたわけですその他にも標的としてはハイテク関係そして重要製造産業例えば半導体航空宇宙そして IT 企業などといったところが狙われております最近のところではテレボーイの方ではエネルギー関連の産業というものを新たなる標的として設定しており発電所 燃料関係の会社及び原子力産業などといったところが狙われておりますそれから残り,残りは、えー、外部公開されている組織例えば、えー、暗号資産の取引所銀行政府機関大学そして病院などが含まれております重要インフラに対する攻撃というものはますます中国系の APT 集団の間で見られております最近の調査によりますと中国の APT 集団というものはいろいろな国の重要インフラに対して関心を持っております。例えば2021年において PT セキュリティは チャメルギャングがエネルギー及び航空産業をロシアの中で攻撃していることを発見しましたさらに他に狙われている国としてはアメリカインドネパール台湾そして日本が含まれておりますまた別の例としてサイバーリーゾンの方から発表したのはオペレーションクックビーズという、えー、APT 集団が 開始したものですがターゲットとなっていたのはこのオペレーションにおいては技術系あるいは製造企業で北米ヨーロッパそしてアジアなどの企業が狙われましたそしてその報告によりますと APT41 というのは、えー、被害企業が開発した知財というものを狙っています。3つ目の例です、Microsoft、社が 発表した報告によるとボルト・タイフーンの方ではアメリカの重要インフラを2021年以来標的にしております。この報告によりますとマイクロソフト社のアセスメントではボルト・タイフーンというものはいろいろなケーパビリティというものを開発しそして将来の危機においては重要インフラというものの混乱を起こそうとしているということです。今までの報告を元に 中国の APT 集団というものはなぜ重要インフラというものを標的にしているかということについては3つの理由がありますが最初の理由としてはスパイ活活動動び情報収集活動ですこれによってチャメルギャングが複数の国を標的にしていることによってそれらの国の洞察を得ることができます。それから2つ目のの理由としてはテクノロジーの そうなんです APT 集団というのは知財及び技術関連の情報というものを経済及び技術の進展のために狙っております例えば APT41 などがそうですそれから3つ目の理由としては将来のオペレーションの準備 APT 集団というものは偵察活動というものを将来のオペレーションの可能性のために行っております例えばボルト台風がその例です テレボーイがオペレーションの長い歴史を持っているわけですがこの脅威集団の公の報告というものは稀ですオペレーションハーベストというのはマカフィーによって報告されておりますけれどもこれが唯一公表されている報告としてはテレボーイの活動というものを取り上げておりますこの報告の中ではこの集団というものはプラグエックスおよびウィンティーのマルウェアを使って同じようなキャンペーンというものは2019年まで遡って 追跡することができます、えー、そしてこの報告の中の C2 ドメインというものを見ることによってこのキャンペーンというのはテレボーイの活動と重複するものであるというふうに我々は見ておりますはい。こちらがテレボーイの攻撃のタイムラインで2015年から2020年までの間のものです一番最初に特定されたキャンペーンとしては台湾における IT 会社を 標的にした例です特殊な例としてテレボーイが2015年においてアメリカにおける航空宇宙会社を標的にしておりますえー、そして電気通信業を標的にしている数多くの活動というものを2015年から2018年までの間に観察しておりえ、そして、えー、被害 を受けた企業というのは広く西アジアから東南アジアまで分散しておりますこの期間トルコ及びインドというものが主な標的となっていた国ですそれ以外にも彼らの方ではいくつかの攻撃というものを金融業界に対して行っております例えば暗号資産の取引所など インドネシおよび韓国においては狙っておりますしまたカザフスタンにおける銀行を狙ったこともあります。これが最近のの攻撃のタイイムラインです。2020年から2021年までの間テレボーイの方では半導体産業に対する攻撃というものを行っております。これらの事件は、 オペレーションハーベストと重複するような C2 インフラというものを使っておりました電気通信産業に関してテレボーイの方では継続的にアジアにおける多くの電気通信会社に対する侵害というものを続けておりますそしてこの間は最も彼らが関心を持っていたのがインドという国です2022年以降テレボーイはエネルギー関連の産業で燃料会社 のタイの企業とかあるいはブラジルにおける原子力関係の会社などを標的にしております過去2年間の間我々の方ではテレボーイの標的としている国が広がっていることは観察しております、えー、ベトナムブラジルミャンマー日本などがそうですさらに標的となっている産業も増えております エネルギー関係原子力関係そして郵便関係などがそうですテレボーイというのはこれからも攻撃の規模というものをさらに拡大していくものと信じておりますタイムラインによりますとテレボーイは重要インフラに対する監視というのは中国の 知財に対する関心というものを示すものであるというふうに思います例えばかつてはトルコの電気通信業に対するキャンペーンというのは第5世代の展開の協力というものをトルコにおいて取ること中国が行っていた際に見られましたさらに インドおよびミャンマーに対して関心を示しておりますそして中国の電気通信機器というものはそこでは禁止されておりますさらにテレボーイは半導体企業に対して関心を持っているわけですがいろいろなトレードシークレットあるいは情報など関連する知財というものを中国のために確保するために行っております先進的なチップ などはアメリカによって中国は制裁の対象となっているために標的となっておりますそれからタイおよびブラジルにおけるエネルギー関係においては中国はエネルギー分野に対する投資というものを行っているわけですそれではこの部分においてテレボイの配布手段についてお話をしたいと思いますマルウェアおよび C2 インフラについて説明します ここではテレボーイがいかにしてマルウェアを配布しているかを紹介します。まず最初は「偽装」のアプリケーションおよび文書です。アクターはマルウェアを正当なファイルとして偽装しております。そして2つ目にマルウェアのマクロが入っている正当なファイルというものを偽装しております。 2つ目には悪意ある文書のファイルなどを使って HTL あるいはマクロなどを使ってマルウェアをフェッチさせております。また3つ目に、えー、その外部公開されているアプリケーションを活用してアクターたちは脆弱性のあるウェブサイトあるいはサーバーなどを狙ってウェブシェルをアップロードしております。テレボーイはマルウェアを自己回答型のアーカイブとして装いアーカイブを正当なファイルとして装っております。 最初の検体においてアクターは PDF アイコンというものを追加しておりそしてこのサンプルをトルコ語で名前を付けておりますそして翻訳によりますとアクターはこれを PDF 報告でオフィスのスタッフの人間の腐敗の報告であるかのように偽装しております2つ目はメディアプレイヤーのアイコンを使ってファイル名は伝統的な中国語を使っておりますファ,イルウェアファイル名は 登録することはできずウェブページは文字化けしていると書かれておりますそこでアクターはその偽装動画を使って文字化けしたページを示そうとしているかのように見せかけております3つ目はオフィスワードのアイコンを使ったものです当然ながらアクターはこれを文章として偽装し台湾の大学のニュースであるかのように見せかけております 次です。悪意ある文章ファイルのフローチャートです。アクターはおとりの文章というものを悪意あるマクロを使って準備します。マクロが実行されますと自己回答型のアーカイブというものがダウンロードされその中にはプラグ X のマルウェアが含まれております。また テレボーイはエクスプロイトという手段も使ってマルウェアを配布しております我々の調査によりますといろいろな種類の脆弱性を使ってウェブサイトの攻撃を行ったりあるいは標的化されているところのサーバーを狙っておりますその中には Java d e c e l l u l i z e の脆弱性を使ったり Exchange の脆弱性を使ったり Stratz2 の S2045 などを使っております そしてゴールを達成すれば最もよくデプロイされているツールというのは WebShell で ChinaChopper よびゴジラなどがよく使われております。テレボーイはさらに PlagX のようなマルウェアなどをデプロイしております。我々の調査によりますとテレボーイの方では自己回答型のアーカイブというものを使ってマルウェアを展開しております。これは 柔軟性ののあるデプロイのためだと信じておりますというのは一旦自己回答型のアーカイブというものが実行されればそれが落とされてマルウェアのコンポーネントというものをインストールします面白い点としてテレボーイというのは自己回答型のアーカイブにおいてアイコンを使う傾向があります偽ファイルである PDF とかあるいはワードの文章を 使ったりりすることもありますまた特殊なものでペデストリアン・クロッシングあるいはデセプションなどトランスフォーマーズの中から使ったりすることもあります。それでは次にこのプレゼンテーションをョンに続けてもらいます。こんにちは。それではテレボーイの兵器庫について紹介します。 ご覧の通りですけれどもテレボーイの方ではいくつかのマルウェアを攻撃の中で使っておりますけれどもそのほとんどが共有されているツールでプラグ X とかムインティとかシャドーパッドとかディードラットおよびトリップルゼロなどそれからメロフィーというふうに知られているものあるいはラーテルズなども使っておりますしリブルコインも使っております。我々のの調査によよりますととテレボーイいいううううはこういうような 二種類のマルウェアを使っているということを発見しておりますこれらをダブルシェルおよびフェイク ワーカーとして追跡しております。また商業用のもの、あるいはオープンソースのマルウェアでコバルトストライク、スリバー、そしてエーシンクラットなども使っております。またハッキングツールとしては彼らはウェブシェルであるチャイナチョッパー、あるいはゴジラ、そしてクレデンシャルのダッピングツールであるミミカツなどを使っておりますし、またキーロッガー、あるいはハックブラウザデータなどを使って情報を盗んでおります。えー、それでは。 そのマルウェアに関する詳細を共有したいと思いますまず一番最初はプラグ X ですこれはモジュール型のプラグインを備えたバックドアであるためこういった名前になっていますプラグ X はテレボーイアプト41ムスタングパンダなどの多くの中国の APT グループによって使用されています テレボーイのプラグ X について話す前にローダーについて少し見ていきましょうこのカスタムローダーがプラグ X とコバルトストライクの両方をペイロードとして使用していることが分かりましたローダーは通常セミダーまたは VM プロテクトパッカーとパックされているため検出や分析がより困難になります キーはシングルバイト値ですが XOR 複合化を使用してペイロードを複合化しますそして興味深いことに文字列は PRNG とも呼ばれる疑似ランダム生成アルゴリズムを使用して暗号化されますこのスライド上の写真のようにこの複合化関数には引数として初期シードがあります次にこの初期シードを使用して PRNG で値を生成します最後にこの生成された値は文字列を複合化するためのキーとして使用されますこれはプラグ X またはコバルトストライクをロードするために使用されていたテレボーイのカスタムローダーです 我々よく分かっている通りプラグ X はいくつかの中国の APT グループによって使用されていますしかしテレボーイのプラグ X と他のアクターの違いは一体何なんでしょうかそこでその違いがこれですテレボーイがプラグ X サンプルで特別なパスワードを使用しているということが分かりましたこのパスワードは C2 サーバーとのハンドシェイク時の検証に使用されますこの単語意味不明あるいは文字化けしているように見えますしかし興味深いことにこの単語を入力するにはキーボードのシフトキーを押したまま数字の7758521を押せばよいのですこの数字は中国語ではチーチーワーというものになっており 意味としてはキスして愛していますというそういう意味になります私たちのデータベースによるとこれまでのところこのパスワードを使用している他のアクターは見つかっていませんですからこのパスワードはユニークでありテレボーイの機能の一つであるということを示しています2番目のマルウェアはリブレコインこれは ラック社のレイトとというマルウェアと同一です私たちのデータベースによるとリブレコインは少なくとも2022年3月に開発されれたと考えられますリブレコインにはリバースモードとリスンポートモードの2つの接続モードがありますまたさまざまなプロトコルもサポートしていますプラグ X と同様にモジュール式のバックドアでもあります そしてここにありますように TCPHTTPHTTPSTLS などのプロトコールをサポートしていますそしてリブレコインにはコマンドシェルファイル操作プロクシー、スクリーンショットキーローガーなどのバックドアの機能用のプラグインがいくつかありますこれがリブレコインの実行フローです悪意のあるローダーは RC4 アルゴリズムでペイロードファイルを読み取り複合します 複合されたペイロードはシェルコードローダーです。埋め込まれたバイナリーをマルウェアリブレコインとして複合します。その後、リブレコイン自体が正規のファイルに挿入されます。そして通信用の設定ファイルを RC4 で複合化します。でこれがリブレコインの実行フローということになっていきます。 最後のスライドで述べたシェルコードローダーについて興味深い点があるということについて今からお話をします。API 発信用の特別なアルゴリズム ROR12 が採用されています。次に XOR および LZNT1 回答を使用してペイロードを複合しリフレクティブインジェクションを実行しますで興味深いことにこのシェルコードローダーは特定の中国の APT グループ間で共有されるテンプレートに似ていることが分かりましたテレボーイのリブレコインだけではなくクラムブリングと呼ばれる悪名高いマルウェアの亜ア種であるアースベルベローカのコインレスでも使用されています。 またフェイマススパローのコバルトストバイクサンプルやグラウンドピオニーのミックダウンでも使用されています次のマルウェアはダブルシェルです2020年から台頭してきています複雑なバックドアで複数の段階がありますダブルルシェルには 4つのバックドア機能があります。ディスク操作ファイル管理スクリーンショットコマンドシェルなどですそのため実行されるとダブルシェルの第一段階のローダーはカスタムアルゴリズムを使用してそのリソースを DLL として複合化します。 次に、この DLL は同様のアルゴリズムを使用して、ペイロードファイルをシェルコードとして複合化します。シェルコードは、事項変更を行って、別の DLL になっていきます。ダブルシェルのメインモジュールです。このメインモジュールには3つの関数があります。ラン、ディーモン、ワーク。 そして興味深いことに関数 d ーモンと関数ワークはお互いの監視役となっていますこのモジュールは C2 サーバーからプラグインをダウンロードしますこのプラグインはバックドア機能を処理する4つのクラスを持つ PE ファイルですダブルシェルは複合化にカスタムアルゴリズムを使用する と述べましたで、それがあこれがその仕組みです複合化を行う前に DLL は ID を持つリソースをロードしますこのリソースはスライド上の画像のようなビットマップですそしてローダーはこの画像からバイナリーブローブを抽出します複合化にはいくつかのステージがありますまずローダーは文字列を C3NZ9X として複合します次にこの文字列のすべての順列を RC4 キーとして使用しバイナリーブロブの最初の6バイトを複合します複合化された結果が並べ替えられたキーと等しい場合結果は再び RC4 キーとして使用されオフセット6と つまり、青色の領域から始まるバイナリーブローブが複合化されます。その後、ローダーは残りのバイナリーブローブを複合化します。この緑色で表示されている部分です。RC4K というのは、この赤枠内のバイナリーブローブとなっていきます。 複合化された結果はこのステージの次の DLL になっていくということでこれがダブルシェルの複合化用のカスタムアルゴリズムです。 それからまたこれはデッド・ドロップ・リゾルバーと呼ばれる手法も使用していますこの構成には Go サイトなどの Google サイトなどの正規のウェブサイトの URL が含まれる可能性がありますテルボーイはこの Google サイトに文字列を追加しますダブルシェルが実行されると Google サイトから文字列をフェッチしてきて新しい C2 アドレスとしてデコードします この手法をを使用すするとを検出から保護できます合法的なサイトによって隠蔽されており攻撃者は自分の C2 アドレスを更新し続けることができるからです。最後のマルウェアはフェイクワーカーです。 2022年4月にも開発されたと考えられます Linux オペレーティングシステムをターゲットにするために使用されるバックドアですこのマルウェアにはアップロードダウンロード疑似ターミナルなどの7つのバックドアコマンドが入っていますコマンドコードの形式はこんな感じです最後の数字は1から7までです通信に関しては フェイクワーカーは KCP をサポートしています。KCP は中国で人気のあるプロトコルです。プロキシソフトウェアやオンラインゲームで広く使用されています。通信はキーが99の時に XOR 暗号化されます。ご覧のように最初の写真は被害者のシステムから C2 サーバーに送信されたパケットです。 オフセット8からのこの4バイトはパケット全体のサイズであり「ハロー文字列が追加されます緑色のデータはユーザー名ホスト名などの被害者のシステムに関する情報です C2 サーバーは2番目の図のような別のパケットで応答します最後の7バイトがコマンドコードです これらはテレボーイのマルウェアですそれではテレボーイのインフラストラクチャについて今から説明しますテレボーイのインフラは VPS サーバーと侵害されたウェブサイトで構成されています興味深いことに彼らのドメインの一部はターゲットに関連する企業が含まれていることが分かりました例えば半導体業界の有名なサプライヤーである ASML を含むドメインが使用されていることが分かりました テレボーイは2020年にこれらのドメインを使用して台湾のハンド企業を攻撃しました。もう一つの例はアイデアセリュラーに関連したドメインです。このドメインはインドの通信会社への攻撃に使用されていることが分かりました。またこのドメインにはファナックも含まれています。日本のロボット会社です。 テレボーイがこのドメインを使用して航空宇宙ユニットをターゲットにしていることが判明しました。最後の例は ACE 交換に関連するドメインです。テレボーイが ASFinance.Asia のようなドメインを使用して台湾の仮想通貨業界を攻撃していることが昨年わかりました。 またテレボーイが有名企業を模倣したドメインを使用していることも分かりました例えばマイクロソフトグーグルまあさらにはアジアで人気のあるメッセージングアピールである LINE を模倣していますまたこのフォームというのは台湾の有名な E コマース会社ですこれがテレボーイのインフラですここでテレボーイと他の APT グループとの関係について話をします一つ目はテレボーイがアプト41に近いウィンティマルウェアを使用していることが分かったということですまた彼らの攻撃で生徒の IP も見つかりました APT41 も生徒に拠点を置くと考えられているハッキンググループですですからここにあるのが彼らのつながりです二つ目はマルウェア トリプルゼロの使用ですテレボーイが Windows バージョンのトリプルゼロを使用していることが分かりましたアースベルベロカと有名なスパローと同様にこれらの2つの APT グループはトリプルゼロを使用しています最後のはシェルローダーです先ほど説明したこのシェルコードはテレボーイのリブレコインだけではなくベルベロカのコインレス また有名なスパロウのコバルトストライクおよびグ,ループピオニーのグラウンドピオニーのリブレコインにも存在することが分かりました現在フェイマススパロウとグラウンドピオニーとをスライム40として追跡していますテレボーイと他の APT グループの関係はこんな感じになっていますこれらの関連性から2つの推測ができます まずテレボーイとアプト41それからベルベロカスライム40などの他の APT グループとの間に潜在的に協力関係ががあある可能性があります第二にマルウェアの共有によりこれらのグループの間にマルウェアサプライチェーンが存在する可能性がありますではプレゼンのまとめをします。 ここまで長期的に中国で活動している APT グループであるテレボーイの話をしてきました彼らはおそらく中国の戦略政策に合わせて世界中の重要なインフラを攻撃していますテレボーイは偽のアプリケーション悪意のあるドキュメントなどさまざまな方法で初期アクセスを獲得し公開サーバーを悪用しています テレボーイの武器についても紹介しましたが、ほとんどがシェルツールです。彼らはこれまで明らかにされていなかったダブルシェルとフェイクワーカーという2つのマルウェアを使用しています。もう一つはテレボーイがアプト41、ベルベロカ、スライム40などの他の APT グループと密接な関係があると我々が考えているということです。 最後に、テレ防イを含む中国の攻撃者は、攻撃に共,共有ツールを使用することが増えているようです。そのため、グループの追跡がますます困難になってきています。以上です。えー、今日はご清聴いただき、どうもありがとうございました。ありがとうございました。 それでは質疑応答に移らせていただきますただいまの内容につきましてご質問のある方は会場4か所にございますマイクまでお越しください同時通訳がございますので日本語でもご質問いただけます皆様いかかがですかよろしくお願いいたします あの非常に面白い、えー、分析内容でした、えっと、一つ質問なんですけれどもあの後半の方であのテレボーイとあの他の APT グループとの、えっと、関連性っていうのをあの分析されたかと思うんですけれどもあのその関係性があるっていうのはどのように判断したのか例えばテレボーイがあの何かのその あのスライドで示されたあのまあマルウェアを使ってた,使ってたからあの関係性があるというふうに判断したのかそれとも他の何かあの手段を使ってこ,れこのテレボーイと他のその APT グループが関連あるとどのようにしたのかを教えていただければと思います。 基本的にこの関係、テレボーイと他の APT とのグループの関係というのは、マルウェアに基づいて、つまり彼らが使っているツールに基づいて判断しました。その他皆様いかかがでしょうか いかがですかよろしかったでしょうかそれではご講演を終了させていただきますありがとうございました失礼いたしましたマイクに向かっていた方がいらっしゃったようなのでお願いいたしますはいお願いいたします 大変失礼いたしました。ええ、貴重な声ありがとうございました。えっ、ー、と、声の中で、えっ、ー、と、各まる、えっ、ー、と、公益協約とのグループが。中国政府の政策に従ってやっているって話があったと思いますが。もう少しえっ、ー、と、どういったことを考えられているか、教えていただければなと思います。 キャンペーンを見た場合あの政治の状況の中で起こっていたのでそのため我々としては 何と言いましょうか、まあ我々がそのような憶測に従ってその証拠を見たわけです。というのは時期的にちょうど一致するからそのように判断したわけです。他の情報に基づいてその政策発表がありそれのタイミングと同時にやはり国境やも間は同じ。 まあそれを狙ったような行動をされたから、ちょっとそういったふうに判断されたでよろしいでしょうか。Yes。そうです。ありがとうございます。その他ご質問はいかがでしょうか。 よろしかったでしょうかそれではありがとうございました Thank you Yutun y u t